こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、一般公開動画になりますので個人返信なんですけども、ちょっとプライバシーに、ね、配慮しながらの放送になると思います。まずはね、速稼塾への入塾の方、本当ありがとうございます。ご入金もいただきまして、実はね、ここのところまた連続で速稼塾の方の入塾というのがね、起きておりまして、今年に入って特に増えたかなというところですよね。まあ、というのが、やっぱり将来不安っていうのが大きくなりましたし、やっぱり自力で稼いでいくっていうのは、やっぱり自然にできることではなくて、やっぱり商品を作る力、集客する力、販売する力、この3つが備わってやっとビジネスっていうのは成立しますんで、通常会社員だとね、商品作るだけの人は商品だけずっと作るし、それから営業の方はずっと販売だけするし、それから集客の方は広告ばっかりをやったりとか、サイトの更新とかをしてるし、みたいな感じで部門で分かれてるんでね、全部を自分一人でやりますよってのはなかなかないわけですよね。まあその中で自分のビジネスをやっていこうと思うと、この全てですよね。準備からアフターフォロー、それから集金まで全部やらないといけないと、クレーム対応もしなきゃいけないってことなんで、やっぱりね、小さなところから、例えば月収で1万2万から稼いでいって、だんだんフェーズを大きくしていって、プラス3万5万10万20万という形でどこかで逆転して、今本業でされているものをどちらかというとフェードアウトしていくみたいな感じが一番理想的かなと思いますよね。まあ進めながら一人一人の力量とともに育っていく部分だと思います。まあその中でFX っていうね、投資の、私としてはね、投資の初歩の初歩は FX にあると思うんですよ。すべての投資の要素が入ってるのが FX だと思いますし、まあ今ね、比較的小さな金額でできますんで、FX 自体で儲けていくっていう考え方も一つなんですけども、それよりも、投資の全体像をつかむっていう意味でも、うってつけですんで、利用していただければと思います。で、今回ね、速稼塾の方にご参加いただくと、私の方から毎日の FX の相場解説はしております。ただね、FX の相場解説を見てくださる方の力量はまちまちです。やっぱこれから FX を始めていこうという方には、一語一語専門用語を解説してるわけではないので、もうご自身で FX の本を買って勉強していただくか、まあ速稼塾の方でも FX の初級講座っていうのがありまして、これはまあ別料金になりますけども、こちらの方をご購入いただいて、まあ日々ね、そこで基礎用語とかを覚えていただくってことになりますし、またですね、基礎用語はある程度入ってるんで、実践の中で勝てるようになっていきたいんだって方は、まあ私の毎日のね、速稼塾の相場解説を見ていただいて、反復していただく。もしくは、その都度私に連絡していただいて、お問い合わせいただくということで育っていくっていうのもありますけども、これまた中級編といってですね、4つのテクニカル、例えば、フォーメーション分析、エリオット波動、それから坂田語法、で、ゾーンというやつですね。この4つの手法を使ってテクニカルを攻略していくっていう、まあそういう講座もありますんで、これは半年講座になりますけどね。こちらの方をご購入いただくってこともあります。はい。いろいろと申し上げましたけども、ほとんどが自分でできることばかりなんですよ。ただやっぱり忙しい、暮らしの中でですね、自分で1から10までやると、ものすごく手間がかかるっていう方は、まあ私がまとめたもので恐縮なんですけども、効率よく学んでいけるような、まあそういった FX の初級編とか中級編をまあ手にしていただくってこともありますので、これは別途お問い合わせいただければと思います。それからですね、YouTube に興味のある方はまあ YouTube のね、方にも手を出していただければと思いますし、こちらの方は稼働部って言って、 YouTube の少ない再生数でいかに利益を上げていくかっていうコミュニティが速稼塾の中にもございますので、ちょっと心に留めておいていただければと思います。はい。で、いろいろと申し上げましたけども、これからね、一緒にこの速稼塾の中でビジネスを学んでいく中で肝心なのはやっぱりいち早く稼ぐ体験をすることだと思うんですよ。その中で私が紹介したいのがスマホアプリでできるみんなの銀行ってアプリなんですよね。これもうご存知かもしれませんけども、一応紹介しておくと、みんなの銀行ってアプリを Google ストアとか あとは Apple ストアですか、あの辺からダウンロードしていただいて、でそこにプロフィールを入力していただいて、そのプロフィールの中に紹介コードがありますんで、紹介コードをね、今回私ので恐縮ですけども、それをつけていただければ、まず今だったらキャンペーンで2500円、もうすぐに入金されている状態からスタートなんですよね。あとは口座ができたら今度は自分の紹介コードができてますんで、あとは YouTube とかね、口コミなど、もしくはもう近所の方とか、お友達とか、ご家族の方に同じようにスマホアプリでダウンロードしていただいて、今度はご自身の紹介コードをプロフィールに入れてくださいねってやると。ご自身にも2500円。で、新しく、
アプリをダウンロードした方にも2500円入る。2500円、2500円入るってことになります。この2500円キャンペーンは今月の15日までありますんでね。キャンペーン期間より早めに予算を使い切って終わる場合もありますけども、まあ、終わってもね、1000円なり1500円なりコミッション入りますので、続けていただければと思います。最大で30万まで入りますんで、何回でも繰り返しいろんな方に紹介すればいいと思いますよ。まあ、こういった形で稼ぐ経験をしていただくとか、あと A8 ネットとかね、セルフバックとか、ポイントサイトなどで稼いでいくっていう方法もありますし、一番いいのは自分の商品を作って、自分で集客して、集まってきた方に丁寧にご案内して販売していく、アフターフォローしていくってことになりますかね。はい。いろいろと、速稼塾で、お伝えできると思いますので、これからよろしくお願いします。そしてですね、昨今の、まあ、例のロシア対ウクライナですけども、ロシア対って言ったらあれですよね、ロシアが一方的にウクライナに侵略をしているって形になりますので、まあ、こんなことが起きちゃいけないですよね。で、我が国日本でも先日もね、あの例の国から飛翔体が飛んできて危ない思いをしてますしね、なんかどうなっちゃうんでしょうかって感じです。で、ウクライナの方にも速稼塾の塾生さんがいらっしゃって、この前にやり取りさせてもらったんですけども、ほんの数週間前まで、ほんの 2,3 週間前までは、あの久保さんの住んでる日本、東京、広島と同じような日常でしたよと。明日やればいいや、来週やればいいや、今年中にできるかな、今年の目標はこうだとかね、3年後5年がこうしたいなっていうふうに思っていたけど、それが全部なくなってしまった。全ては今日で人生が終わるかもしれないという焦燥感の中で生きてますよ。あの懐かしい日々が、あの平凡な日々がこんなに大切なものっていうのは気づかなかった。だから日本にお住まいの皆様、今やるべきことを先延ばしせずに今日完全燃焼してほしいっていうふうに言われてましたね。これ私も同じ思いですよ。明日やろうはバカ野郎と言いますけども、今日が肝心なんですよ。今日を 100% 自分自身で生きられるか、それが積み重なって人生ってのはできるんだろうなと思うんですよ。明日でいいやと先延ばしにした明日が来るとは限らないってことですよね。今回ウクライナの方、明日が来ると思っていたら来なかった。電気が止まり、インターネットが切れ切れになり、ガスはもうとっくに来なくなった。スーパーは破壊されてもうないし、駅にも人が詰めかけていて、とてもじゃないけども次の電車いつになったら乗れるのかわからない、そんな状態らしいですよ。しかも寝ていると爆弾の音が聞こえるらしいんですよ。ハッと起きるとね、爆弾なんて落ちてないらしいんですよ。そうなんですよ、もう心的外傷ストレスにもかかり始めてるんですよね。まあ日本の方たくさんうつ病になってるらしいですけども、こっちではうつ病になる暇はありませんなんてね言われてましたね。はい、じゃあ返信の動画に変えさせていただきました。本当に平和な国であることを喜び、この状態を一つでもね多く保っていけるようにしたいですよね。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。